2022年8月29日、ウクライナ軍の報道官が、ロシア軍に占領されていた南部地域の奪還に向けて、ウクライナ軍が本格的に反攻を開始したと明らかにしたみたい。他にもウクライナのメディアはヘルソン州でロシア軍が敷いていた第一防衛線を突破したとし、AFP 通信などはウクライナ軍が計画的に強力な攻撃を実施して、ロシア軍の防空システムなどを破壊したとのヘルソン州知事顧問の話を伝えているぜ。アメリカの CNN もウクライナ軍が夜間に作戦を開始して、ロシア軍陣地や後方へも大規模な砲撃を実施し、ヘルソン市近郊で4つの村を奪還したとして、ウクライナ軍の主要目標は州都ヘルソン市奪還であるであることをウクライナ軍の情報筋が明らかしたと報じているね。各メディアがウクライナの反攻を報道しているんだね。一刻も早い戦いの終結を、全世界の市民は願っているんじゃないかな。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍が南部で反攻開始したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。CNN が伝えているこの情報筋の情報として、ウクライナ軍が奪還した村の一つはブラブディン村で、この村にいた新ロシア派武装勢力が自称しているドネツク人民共和国 DNR と、ルガンスク人民共和国 LNR の正規軍とされている歩兵部隊を攻撃したところ、これらの歩兵部隊は敗走して、それを追うようにロシア軍の部隊も逃げたことを明らかにしていて、ドニプロ川ドニエプル川西岸に展開しているロシア軍や東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力などの戦意が、ウクライナ軍がハイマースなどで補給路を遮断していることによって著しく低下しているのではないかと見られているよ。さらにこの情報筋は、ウクライナ軍は4つの村を解放し、ロシア軍の防衛線を3カ所で突破したとも述べたとして、ウクライナメディアによる第一防衛線を突破したとの情報を裏付け、ロシア軍の戦死者や捕虜となった兵士が多数出ているほか、多くのロシア軍車両を破壊したとしているんだ。これらのウクライナ軍が南部で反攻に転じたとの報道を受けたロシア国防省は、ゼレンスキー大統領に命令されたウクライナ軍が、南部のヘルソン州やムイコライウ州で攻勢をかけようとした作戦は、ロシア軍の防衛によって大損害を出したとした上で、ウクライナ軍の戦車26両と装甲車32両を破壊し、スホイ25攻撃機2機を撃墜したほか、ウクライナ側の人的損失は560人以上に上り、ウクライナ軍の反攻作戦は失敗に終わり惨めな結果となるだろうとしたとして AFP 通信が報じているんだけど、AFP 通信ではこれらの情報を裏付ける証拠は確認されていないとしているね。ロシアの強がりってことかな？ヘルソン州のロシア軍については、東部ドンバス地方の戦線から部隊を引き抜いて増援させたと伝えられていて、それら部隊がドニプル川のどちら側に展開されたかは不明なんだけど、ウクライナ軍はこのところの1週間でロシア軍の弾薬庫を10カ所以上破壊しており、それ以外にもドニプロ川に架かる3本の橋を通行不能にして、東岸側からの補給路を遮断したことで弱体化させたとの判断によって今回の反攻が実行に移されたと見られているよ。しかし、ウクライナ軍の反攻を告げた報道官は、ロシア軍は弱体化したとはいえ、まだ侮れない戦力を保っているとして、占領された地域の奪還作戦が容易ではないことを示唆しているぜ。また、アメリカ側の反応としては、ウクライナ軍が南部でロシア軍に対して反撃に出たとの報道について、アメリカ国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報担当調整官は、ホワイトハウスではそれらのあらゆる報道を認識しているが、ウクライナによる特定の軍事作戦にはそれ以上コメントしないと述べて、ウクライナが反撃に転じたことについては言葉を濁していることを CNN が報じているみたい。2022年2月24日にウクライナ国境沿い27万の大軍を展開させていたロシア軍が、ウクライナ国内への侵攻を開始して以来、受け身の戦いを強いられてきたウクライナ軍が反攻に転じることができたのは、ひとえにアメリカや北大西洋条約機構NATO加盟国による最新鋭の兵器供与が大きいよね。その最たるものは M142 高機動ロケット砲システムハイモビリティアーティラリーロケットシステムハイマースや、多連装ロケット砲システムマルチプルローンチロケットシステムマース M270 であり、これらから発射される 70km という長射程を持ち GPS 誘導で精密攻撃が可能な単弾頭ロケットだろうな。これら GPS 誘導型のロケット弾を発射可能なマースを、誘導型多連装ロケット発射システムグービドマルチプルローンチロケットシステム G マースと呼び、今回ウクライナに対して供与された GPS 誘導型 227mm ロケット弾は M30A2 と M31A2 ロケット弾と見られていて、どちらも 70km から試験では 92km の射程距離が確認されているぜ。長距離砲撃によってウクライナも押せ押せムードなのかもね。侵攻当初にキーウ直前まで迫ったロシア軍を撃退した後、
次の戦場がウクライナ東部のドンバス地方になると見越したウクライナ軍は、東部一帯に広がる穀物畑など平坦な地形で、強固な塹壕陣地が構築された場所での野戦となるとして、遠距離砲撃を行う砲兵火力が必要になると判断し、ロシア軍が保有する榴弾砲や多連装ロケット砲の数に対して、圧倒的に見劣りするウクライナ軍の状況を踏まえて、ゼレンスキー大統領が4月13日に行った演説で、西側諸国に要求する兵器リストの筆頭として榴弾砲と多連装ロケット発射機を要求していたんだ。そして実際にロシア軍が、キーウ攻略に失敗した部隊を再編成して、東部戦線に投入して攻勢を強めたことでこの予想は現実となり、主戦場となった東部ドンバス地方のルハンシク州及びドネツク州では壮絶な砲撃戦が展開され、遠距離重火砲である榴弾砲と多連装ロケット発射機の数で勝るロシア軍が優勢となり次第に支配地域を広げられていく中で、ゼレンスキー大統領が慌てて榴弾砲やロケット砲の供与を懇願するほどであったってわけ。ようやくウクライナに供与されたハイマースや M270 の運用訓練を終えて実戦配備され始めた7月頃から、それらから発射される GPS 誘導型 227mm ロケット弾によって正確に狙われるようになったロシア軍砲兵部隊が次第に沈黙するようになり、NASA の衛星観測などのデータでもロシア軍による砲火が明らかに減少していることが明らかにされ、さらに GMARS による攻撃でロシア軍の兵站集積施設が破壊され補給路が寸断されたことで、ロシア軍が優勢に進撃していた東部戦線や南部戦線でのロシア軍の勢いに陰りが見え始めていたわけだな。特に南部戦線ではヘルソン州においては、クリミア半島から進撃して、ドニプロドニエプル川を越えてムイコラーユに迫っていたロシア軍の後方補給路となっていた。ドニプロ川に架かる3本の橋を通行不能にして補給を遮断できたのは、ハイマースや M270 の供与がなければ無理であったことは間違いないよね。アメリカは、現在16機を供与したとされているハイマースを20機供与することを発表したほか、ロシア軍の S300 や S400 などの防空ミサイルシステムが発するレーダー波をキャッチして攻撃する、対レーダー用高速対輻射源ミサイル AGM-88 ハイスピードアンテレーディエーションミサイルハームを供与することも決定したみたい。この AGM-88 ハームは空対地ミサイルであるんだけど、アメリカではウクライナ空軍のMiG-29戦闘機に搭載するという、前代未聞の説明があったよ。つまりアメリカのミサイルをロシア旧ソ連の戦闘機で運用するということになり、いかに自律的に敵のレーダー波を探知するため誘導が必要ないとはいえ、それをごく短い期間でMiG-29の火器管制装置によってハームを発射させることに、軍事専門家を驚かせているぜ。また、ドローンなども新たな製造が追いつかず欠乏気味とされているロシア軍に、イランがドローンもハジェル6とシャヘドシリーズを数百機引き渡すとの発表があったんだけど、それに対抗できる新兵器もアメリカから供与されることが明らかになっているね。その対ドローン兵器は、被写量依存モジュラーパレット式 ISR ロケット装置ヴァンパイアと呼ばれていて、コンパクトでキックアップトラックなどにも搭載することが可能で、小型ミサイルを発射してドローンを撃ち落とす対ドローンシステムとして、高額な対空ミサイルを使用せずともロシア軍のドローンを撃ち落とすことが可能とされているんだ。これら西側諸国の先進兵器供与が続く限り、ロシア軍が次第に劣勢になっていくであろうと指摘する声が徐々に大きくなっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。